日曜日は朝9時半から加古川の上流で協定があります。レガッタです。4人で船を漕ぎます。一級河川加古川を持つ加古川市はこんな競技もできます。倉庫から船を出し川までみんなで運びます。私が所属しているのは地元の上庄スポーツクラブです。え、お兄ちゃんが西高で、おお、何年生？あ、あ、そう、おお、え、ほな意外と離れてるね。あ、そうですね。あ、そうなんや。あ、でお父さんも一緒にやられる。いや、今日これから、あ、よろしくお願いします。僕も。正式には今年からです。今年の3月からかな。はい、1日、1月に体験があって、で寒いから3月にさせてくれで3月に。ここは外れるんやね。え、3番外れるんやね。これ今、はい、もう取れてますよ、はい、ちょっと待ってね。あんまごめんなさい、あんま外れます、ね、三宅さん1番1番で1番、はい、ほんで私が2番、これなんかうちがなんかだっていいのかな、あのうちが知識とか何もない。最初は邪魔します。邪魔します。じゃあちょっともう邪魔する。いや、当たり前なんです。邪魔するのありきで、ちょっと、はい、そうそう、ありきですよ。それで、邪魔ありきです。え、ほな、え、三宅さん何番？なんか1番だ。1番、私らがもっと、すいません、ほならお二人が前行った方がいいんですか？あの、私の前。あ、そうなの。成長と3番、4番と3番と、はい、成長と4番、ここが場所は4、3、2、1、ちょっと持って持って持って、お母さん今ちょっと忙しい。あ、三宅さんを中心に取ればいいですか？はい。オッケー。エイムが取れる。そうかしら。明日アップします。明日アップする。明日アップします。ありがとう。大丈夫。あ、俺また送ってもらいます。あ、ありがとう。あー、すいません、ちょっと外れて思って、やりすぎてごめんなさい、やりすぎて外れて思って、これがレールが、あー、取れちゃった。あれ、あの、足合わせる。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様にとって今日一日が素敵で良い日でありますように。